敵のリーダーが判明したぞ。2日前軍の倉庫が荒らされた事件で監視カメラに映った男だ。コード名ゼブラ27。使用された武器と盗難品が一致した。ああこいつ知ってる。ブルンジあたりで荒稼ぎしてた傭兵だぜ。でももう顔変えてたんじゃなかったっけ。ロッカの資料だ。部長、造影のヘリは B203 フラット4分後に着く。ゼブラ27ですが部長、妙ですね。最近になって奴の資料をエネルギー省が調べてます。うん、よし、その線をもう少し探ってみろ。はい。なんあ、じゃあ随分派手に暴れてた野郎でな。ああ、どうりで。休憩終わり、追うわよ。新人、遅れるな。草薙より本部、ターゲットを確認、追撃中。こちらも衛星で見ている。敵のスピードは40ノットだ。部長、シーポリスの援護は？現在その周辺にはいない。代わりに新人をヘリから降下させる。はぁ？マジっすか部長、やつにはまだ無理じゃ。足止めにさえなればいい。お前たちはその間に目標との距離を詰めろ。了解。前期へ、新人の降下を援護する。ヘリパイ、降下タイミングをアナウンスしろ。了解。降下スタンバイ、目標ポイント5秒前。4、3、2、1、ゴー。旧市街か。ここ廃棄物汚染でゴーストタウンになったはずだろ。トングさん、トラッキングマーカーから目を離すなよ。どうも嫌な予感がする。あんたの予感なんて当てになるのかね。ぬかぜ。しまった、言わんこっちゃない。高額迷彩だこれは。乱反射多数、待ち伏せよ。
高速道路を移動中、都市に逃げ込まれる前に確保しろ。了解。目標の距離と速度は？距離500、速度は208キロ。部長、こいつのマイル表示キロメートルに変えてほしいんすけど。くだらんこと言うな、さっさと目標を確保せんか。だとさ、おい前期、仕掛けるわよ。新人は前衛、トグサとバトーは援護。おい、新人にやらせんのか？十分訓練してるでしょ。新人、任せるわよ。